梅雨明け後の高温乾燥対策、まず一つ目は遮光ネットです。この遮光ネットがギラギラ照りつける太陽から椎茸原木を守ってくれます。黒が一般的ですが、銀や白のものもあります。黒は光を吸収、銀と白は光を反射するので、より確実なのは黒です。なので黒をおすすめします。ただ一つ注意点として、黒の場合光を吸収して熱に変換するため、あまり木の近くに貼ったり直接かぶせたりすると、温まった黒の遮光ネットの輻射熱で逆に木が温まったりするので注意してください。日差しガンガンの元にある車のボンネットでも白と黒では全く温度違いますよね。白はあったかいっていう程度なのに対して、黒は焼肉できるぐらい暑い時ありますよね。あの伝説オードリー春日さんのダクト飯に対抗できるかもしれません。ボンネット焼肉、それほど黒は発熱しやすいということです。最低でも50センチほどの隙間を空けることをお勧めします。また遮光ネットには遮光率という光を遮る量がそれぞれ異なります。椎茸に使うのであれば遮光率 85% 以上が望ましいです。二重に重ねる方も意外とおられるので、高いに越したことはないですね。じゃあ遮光率 100% の黒いビニール貼ればと思われたあなた、天才ですね。確かにそれでも OK です。ただ風や雨が通り抜けることができないため、蒸れてカビが生えたり水分が足りず乾いてしまったりするので、特殊な状況でない限り遮光ネットで十分だと思います。簡単ですしね。私たちみたいに屋内で栽培される方も遮光ネットは十分に役立ちます。実際去年も張りましたし、今年も張る予定です。外中に関わらず原木椎茸栽培には必須のアイテムとなっているので、まだ使ってない方はぜひ使ってみてください。水は生き物だけじゃなくほぼ全てに必要ですからね。ましてやキノコなんて基本的には湿気の中で育つものじゃないですか。なので夏の乾燥が大敵。それに対抗するには乾いた水を補う別の水が必要なんです。